マリカ超大賞ゲーム、マリオカートインタクスやります。よろしくね。パリやっていきます。ということで、テレサライク1レース目、頑張って走っていきますが、ここね、がっておかしいけど、感謝の気持ちをそういえば言いたいわ、俺。感謝の気持ちを一発目に言おう。何の感謝かというと、2、3回前の、実況動画で、皆さんのおすすめのアニメや漫画を教えてくださいっていう話をな、俺な、させてもらったと、はい、思いますが、みんなな、親切やら、教えてくれるんやわ、これ面白い、これ面白いって。それを、本当に10個ぐらい興味が湧いたやつあったから、俺はこの先の人生10個ぐらい、近未来中ってか、近い未来、10個ぐらいアニメを見ることになります。よろしく。これ見出しました。これ見終わりましたっていうのは、随時報告させてもらうんで、はい、そんな感じです。以上です。みんなありがとうね、プリ。ということで、コイン集めて、前に折れてますね、と言ったところ。さあ、どうしようかな。コイン10。これで、いけそうやな。しっかり、これでいきたいんだけど、どうやろ。よっ。これ悪くないね。待て。落ち着いて。アイテム取れない。落ち着いて。でも大丈夫よ。これは集中したらなんとかなる。理由は、バッチリに腫れてるよね。バッチリ前に折れてますんで、まあ、これはトゲ待ち作戦してって感じになるかな。このキノコは吐くか吐かんか迷うけど、箱見えやんねん。危なっ、危なっ。ということで集中します。落ち着いて。 OK、 ダブル割った。防御入れる。最後まで抜きやんしゅしてきたけど、トゲがいってますんで、なんとか間に合ってな。あれトゲ、お前芝居やでな。そういうことですね。はい、天才ですね。いきなり1位取れんのが、なんか最近さ、当たり前ではないんやけど、調子よくて当たり前みたいになってきとんのよ。まあ強い部屋でしょ、俺そのことやねん。うん、プリ。はい、2レース目。ウォーターパーク、こんな地味なコースあんま走りたないんやけど、まあ前コースやからな、ぜひ前張っていこうかなって感じ。ここな、しっかり前張りします。コインもここしっかり取って、はい、ここコイン出るんで、バナナ、欠乏業。ラッキーすぎる。はい。いいよ。OK。これだ。この感じで進んでいきます。よろしく。ここは、オレンジターボ、紫ターボやな。そういうことやねん。で、ここコインを集めていくと。コインを、まあ、しっかり集めてって、インついて、コイン使って、ここ3枚、チャリいって、こういうことだね。はい、コイン10。1周目コイン10。完璧やん。ごめんやけど、本当に申し訳ないけど、言い分がない完璧な、1周目を過ごしました。で、裏、欠防御。ごめん。裏、ダブル防御。で、これやばい。これはまずい。落ち着いて。オッケー。トゲが来たけど、まあ、やることは変わらんよな。オレンジターボで、ここ解放しとこうか。もうしゃあないな。もう1位で当たっちゃうもん、もうしゃあない。よかったんか。よかった説はあるな。だって4位で3で当たっとるからな。1位、2位、3位より、こうやって早くでかくなるんで、まあ正直あり。で、ダブル取れない。下手くそすぎる。これどうしよっかな。これ立ち回りが必要な気はするけど、とりあえずコインは10枚にしといて、これ緑いかれんの嫌やから、欠乏業しようかな。オッケー、3周目。気合で、お前何やってくれてんの。待って。落ち着いて、アウトで食らうから、俺のこと絡まんといて。俺のこと絡まないでもらって、これ9位でダブル交換しなきゃいけない。前張りしとると負けんの。待って。俺関係ない。オッケー。落ち着いて、一人だけやっとくわ。一人だけやっといて、何やってんの、お前。くだるんちゃうて。落ち着いてな。これどうしようか、使うわ。これやっといて、いくよ。あー、これが限界か。限界くせ。使います。7限界、7、7、7、8。はい、3レース目。まあ8位スタートなわけやから、ちょっと失敗したな、ウォーターパークな。しゃあないな。打開します。これはしっかり天才の神打開を決めて前に戻りたい。もう、うん。はい、そういうことです。1位じゃなくても打開が天才すぎたら確定数流そうかな。もう そう思うぐらい、気合い入れて打開します。よろしく。プリ。1周目に必ずすること。それはコインを10枚にすること。なので、ここしっかり取って、そうやね。1位とはしっかり距離が離れていますので、ダブル交換してもスターが出るでしょうと。ほい。そういうことやね。コイン集めて、ここもコインやな。ここしっかりコイン取って、悪くないね。
で、これでコイン勝ち。オッケー、完璧やな。はい、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 オッケー。これで何が出るか、キンキノカが超弱いな。しっかり弱い。はい。はい。で、まあ、これで、一周目終了と。これで、どうしよっかな。このキンキノどうしよっかな。かー、サンダーヒーターやったら行くか。サンダーヒーターやったら行くわ。さすがに。さすがに神高いを炸裂させたいので、9位で割ってダブル交換して、はい、かーちもーした、これ。お前ら何にも持ってないやろ。どいてどいてどいて。はい、森口翔太一生懸命くんが通りますよと言ったところよろしく。1位、2位、3位、4位と5位の俺の戦いになるけど、やり合ってんね。やりや、やりや、やりや。俺関係ないとこでやり合ってくれ。オッケー、つこて、お願い、お願い。俺が望むのは、テレサ来ないで、お願い、テレサ来ないで、お願いね、お願いします、テレサ来ないで、よいしょ。交換したけどシングルになっちった、どうしようこれ。でもまあこれ大丈夫か、さすがに、さすがによく見たらニートの差歴然やったわ、よく見たらニートの差歴然やん、これ。もう天才だからやん俺、これ。こっから誰が俺に抜けるんですか、そう思いませんか、カロン君。はい、こうでしょ、プリプリ、ということやわ。みんな見た、これが俺の最近の実力ってやつですわ、プリ。ここな、まあいいな、いい感じやな。これは頑張ります、キノコリッチウェイ。ここはキノコリッチウェイ頑張っていきたい、よろしく。じゃあ俺さ、ここ前好きじゃないからさ、打開するわ。まあ、抜かれるでな、結局さ、ここってさ、ゴール前のキノコショートカット、無敵ショートカット、まあ何でもいいけど、アイテムショートカットが強いよ、ここって。みんなどう思う、どういうイメージ、ここの最後のアイテムショートカット、俺強いっていうイメージやから、アイテムショートカットしていきたいね。で、これ6位割り、6位割りって言って、6位で割るとキノコ出やすい。まあ、こういう状態。何それ、喜ばしてすぐそれすんなよお前、おもんないやんけ。ということで、まあ、スタートなんであんなとこで緑がビュンビュン飛んでいるわけ。これ9位でしっかり割るわ、もうしっかり9位で割るわ。はいはい、 OK、 9位でしっかり割って3だ。また引くの、俺がまた引くの、これ天才だからしちゃうよ俺、ほんまに。知らないよみんな、これまだ割らないでしょ、でまだ見せない。はいはい、前のやつなんかあれやな。はい、一個つこて一人回避出してしまいそうではあるけど、もうしゃあないと。わあ、シングル交換になってる、しかもテレサやし、どうすんのこれ、これどうすんの、むっちゃ弱い。ふぅ、落ち着いてな。でもこのテレサ強いから前に持っていくわ、集中してやん、集中して前持ってきたよろしく。はい、どう、悪くはない、上がり方としちゃう、使うわ、怖い怖いで使いますわ。キノコ引けたのはでかいけど、まあさすがに交換になりまして、これ強ない、トゲ、俺にやめて、俺にやめて、おぎょぎょぎょ、危ない、あぶねー、ここしっかり振ってもう一回打開決めるぞと行ったところよろしく。うわー、やめてー、いけー、俺よっしゃー、オッケー、気持ちいい、こんな回ありますか、サンダー回避2回、サンダー打開2回したよ俺。どう、みんな